どうもチョロです。ポケゴの PVP の動画上げさせてもらっております。今回もですね、シャドウ海流ガラルマッキョアローラ球根っていうねパーティーで潜ってみようかなと思います。というわけで、まあ1戦目なんですけれども、こちらがシャドウ海流で、相手デンチュラですね。ここでムキムキが出てきましたね。最近やっぱりあれですね、限界突破したムキムキポケモンよく出てくるようになりましたね。ただまあこれは幸いなことにこちらが有利だと思うので、まあこのまま戦っていこうかなと思います。で、相手の技はまだこれ受けてもやられないので受けていって、でこの後相手がどう来るかなって感じなんですけれども、ここで出てきたのがエアーブルだったので、これはあれですね、ガラルマッキョを出していけば、まあスーパーリーグ同様ね、こちらが有利なタイミングなので、まあ問題ないかなと思いますね。で、どうだろうな、相手の初手がデンチュラだったので、まあそれに対してガラルマッキョは強く出ていけるので、ここはあれですね、ゲージを貯めながら戦っていくことによって、まあ勝っていけるんじゃないかなと思いますね。で、まあちょっとわからないんですけれども、ハイパーリーグってスーパーリーグと比べて、まあ、体力が上がってるので、まあ、ブレイブパール食らってもどうなんですかね、多分、スーパーリーグより持ってくれるんじゃないかなと思うので、まあ、ここは結構ね、ゲージを貯めながら戦っていくことで、裏のポケモンをね、見ていけるんじゃないかなと思ってますね。というわけで、まあ、このまま戦っていって、で、相手の技もね、防ぐ必要がないので、どんどん受けていって、こちらはゲージを多く貯めながら戦っていくって感じになると思います。で、まあ、デンチュラはゲージは入って下がってますし、こちらの海竜はドラゴンクロウを打たずに下げているので、まあ、いろんな意味で、どうですかね、だいぶ有利取れてるんじゃないかなとは思ってますね。だけど、まあ、ここで岩流れを打っていって、で、この後ですね、相手が多分次はブレイブバードを打ってくると思うんですけれども、まあ、さっき言ったように、ハイパーリーグだとね、なんですかね、耐久が上がってるので、多分ブレイブバード食らっても、スーパーリーグほどのダメージは入らないんじゃないかなと思うので、まあ、ここは受けていこうかなと思います。で、あれですね、相手にゲージを吐かせて、で、耐久も下がっているので、ここでちょっとね、ゲージを貯めようと思ったんですけれども、あれですね、打ってますね。まあでも OK でしょう。この後、まあ、何が出てくるかちょっとわからないんですけれども、岩ならでね、半分弱溜まってますし、まあ、何が出てきても多分戦っていけるかなと思いますね。で、出てきたのが、ラグラージだったので、まあここは自信を打っていって、で、まあ、これ入れば大ダメージですし、まあ、相手は多分食らいたくないで張ってくると思うんですけれども、まあ、その後、海竜を出していけば問題なく戦っていけるかなと思いますね。で、ここで海竜を出していって、ドラゴンクロウを打っていって、で、これどうだろうな、張ってくるかな、多分張ってくると思いますね。どうなんだろう。張ってきますね。で、相手が技を打ってくるんですが、これちょっと悩みますね。受けてきますね。受けていって、で、あれですかね、シールの持ったアローラ球根で2体を突破していくって感じになるのかなと思います。で、相手のラグラージがちょっとゲージを貯めているので、そこが気にはなるんですけれども、まあ、デンチュラはね、竜の息吹でかなり削ってあるので、おそらく、あれですかね、ウェザーボール一発で落ちていくと思うので、まあ、そこは問題ないかなと思いますね。で、これハイドロカノン受けていって、で、次のハイドロカノンが飛んでくる前に、ウェザーボール打っていってって感じですね。まあ、シールラード取ってるので、どうだろうな。デンチュラは、まあ、ゲージ入って下がったばっかなので、まあ、溜まってないですし、ここの回数だけしっかり意識しながら戦っていけば、問題ないのかなと思いますね。で、これは防いでいって、こちらは、あれですね、ウェザーボールを打っているので、それが炸裂すれば、こちらの、相手の、ラグラージは突破できますし、交代機してきたとしても、あれですね、デンチュラ突破できると思うので、まあ問題ないかなと思いますね。だけど、まあここでウェザーボールを打っていって、で、あれですかね、デンチュラが戻ってくるんですけれども、まあシールライド取ってるので、相手の技は先に飛んでいくかな、一発。あ、でもこちら先打てましたね。ならばこれを打っていって、これで相手のデンチュラを倒して終わりですね。本当はあれですね、最近ムキムキが増えてきて、ちょっとやりづらさはあるんですけれども、まあ、なんとか勝ててよかったかなと思います。大戦ありがとうございました。もう本当にね、忙しくてね、最近あれなんですよね、バトルリーグも潜れてないですし、パーティーをね、考えてる余裕もちょっとないんですよね。なので、だいぶあれですね、まあ、手抜きっていうのも変ですけれども、まあ、そのままの流れでやってるって感じはあるんですけれども、逆にあれなんですよね、他の人たちがみんなすごい研究してて、どんどん強くなっている印象があるので、やっぱりね、今ゴーバトルリーグ頑張ってる人たちは、あれですね、もうみんな強いですね。なので、まあ、ちょっとね、まあ、時間ができたらこちらもね、頑張って研究とか、あとは昔みたいにね、もっとフレンド戦をやって、まあ、鍛えていかなきゃな、
っては思ってるんですけれども、ちょっとねそろそろねマジでついていけなくなってきているので、まあ、ちょっと頑張らなきゃいけないなと思ってます。だけどまあこのまま戦っていって、であれですね、相手が打ってこなかったですね。ならばこちらが先にドラゴンクローを打てたので、これで相手のシールドを剥がすなり倒すなりしていって、であれですかね、あの様子を見ていくって感じですね。でもうシールド2枚剥がしていったので、ここはアローラ球根を出していって、でも結構溜めていてダストシュートの可能性があるので、これはシールド貼ろうかなと思います。でまあこれ貼っていって、でまあ辻斬りでしたね。まあ、でもここで相手が辻斬りを入ってくれたので、この後打ってくる技はクロスチョップが辻斬りなので、まあ、これはね普通に受けていって戦っていけるかなと思います。でどうだろうな、この後相手引いてくるかなと思ったんですけれども、引いてこなかったですね。でしかもあれですね、あの辻斬りでバフがかかってしまったので、ちょっとねあの起点してる余裕がなくなってしまったので、さっさととどめを刺していって、で裏の2体を見ていくって感じですかね。でここで相手が出してきたポケモンがピクシーですね。これはどうなんだろうな。まあ、こちら先行で出ているので、まあ、回転でどんどん押していきますし、あとはあれですかね、あのまあ相手ノーシールドなので、まあ、ガラグマッキョでこのピクシーは積んでるので、まあ悪くないのかなと思いますね。なのでまあラスト試合にはなると思うんですけれども、まあどうかなって感じですね。だけどまあここであれですかねウェザーボールを打っていって、で交代時間が来たら出しちゃおうかな。ガラルマッキョ出していって、で相手の技はね何飛んできてもね全部あの今一つで受けることができるので、それは普通に受けていって、まあ、戦っていくって感じになると思います。で相手のラスト次第なんですけれども、何が来たらやばいかな。炎系、いやでも格闘系とか、まあ、その辺が来たらちょっとやばいかなって気がするんですけれども、まあ、それ以外だったら OK ですかね。で、まあ、出てきたのが、あれですね、キングドラだったので、これは今、試させてもらった地震を打っていって、で、これもう一発地震打てますね、相手より先に。そこで、まあ、地震を打っていって、当てていって、相手のキングドラを倒してしまえば、その後のピクシーはね、このガラルマッキーを積んでいるので、まあ、こちらの勝ちですね。今回あれですね、こんな感じでムキムキのガラルマッキョを、ね、新しい鋼タイプとしてね、環境入りしたことによって、またあれですね、バトルの幅が広がってきたのが、まあ、ちょっと面白いかなって気がしますね。というわけで対戦ありがとうございました。あれですよね、ポケモン GO も昔と比べてもやることが増えすぎて、もうイベントだけでもついていけないですよね。昔は本当ポケモン取ってるだけでよかったんですけれども、今はなんかギフトがどうとかね、あとはなんか博士からのタスクがなんたらかんたらとかね、色違いを追っかけるとかね、もういろいろありすぎて、もうちょっと、ね、やることが多すぎて、もうちょっとねシンプルにしてもらえたらなと思うんですけれども、まあその分ね、まああれですかね、やれることが増えて、まあ、楽しみが増えたという面では、まあ、悪くないのかなとは思いますね。でも相手がね今あれですね、なんすか、雷パンチを打ってきそうだったので、ガラルマッキョで受けていって、まあ、それが見事ハマったのが良かったですね。で、相手が、不思議花で追っかけてきたんですけれども、このタイミングは実は悪くないんですよね。相手のハードプラントが、食らってもね、半分入らないんですよ。なので、その間にね、こちらはね、回転力に物を言わせて、どんどんね、岩ならない自信なりで押していって、まあ、シルル剥がしていって戦っていけるって感じになります。で、これは今、一発目の岩ならで打っていって、もう一発すぐ打っちゃっていいかな。あ、でも地震打っていきますね、今回は。次は地震打っていくのか。で、これは、どうだろう。受けちゃおうかな。これ受けて、あ、でも張りましたね。張っていって、まあ、地震を打って、で、あ、岩ナラルかな。岩ナラルを2発打っていくって感じですね。岩ナラルを打っていって、まあ、これで相手がシールド張ってくれればシールドイブに戻せますし、張らなかったら張らなかったでね、まあ、どちらにしろ2発打てるので、まあ、1枚剥がせるかなって気がしますね。だけど、まあ、ここでもう1発打っていって、で相手は、ね、ゲージを吐かないとこちらのガラルマッキーは倒せないので、そこでゲージを吐かせて、その後あれですかね、海流で起点にしていくって感じになると思います。あ、でももうガラルマッキーを出しましたね。でもすかさずもうドラゴンクローを打って相手のシールを剥がしきるなり、あれですかね、なんすか、タイミングを取ろうっていう動きですね。で、まあ、ここで相手が、電流を戻してきて、で、まあ、これはね、雷パンチだと思うんですけれども、まだ耐えるかな、ギリ。耐えてもう一発ドラゴンクロー打てれば偉いなって気がするんですけれども、耐えたうちに入らないかな。ああ、耐えなかったですね。まあでもガラルマッキョがこいつを圧倒しているので、まあここはガラルマッキョを出していって、で戦っていくって感じになると思います。で、まあゲージを吐かせてしまえば、この後はね、なんすかね、アロア球根で起点にできますし、おそらくこの雷パンチでも落ちないですね、こちらは。落ちないので、このまま戦っていって、で、相手が、アローラベトベトンを出してきたので、地震を打っていっ
て、まあ、これが入れば大ダメージですし、あの防いで防いでシールラード取れるので、まあ、悪くないのかなって気がしますね。で、まあ、これを当てていって、入ったので、こちらすかさずアローラ球根を出していって、粉雪だけで倒していくって感じですね。で、まあ、これヘドロウェーブが飛んでくると怖いので、まあ、シールド貼っていって、あとはあれですかね、こいつの HP を起点にゲージを貯めさせてもらって、裏のあれですね、あの電流に、あの粉雪をね、どんどん打っていけば、こちらの勝ちになると思います。まあ、シールド1枚残ってるんですけれども、まあ、2発ね、なんすかね、打てるはずなので、まあ、勝っていけるんじゃないかなと思いますね。うん、そうですね。というわけで対戦ありがとうございました。あれですね、ガラルマッキョが環境入りしたことによって、結構ハイパープレミアでね、厄介なポケモンに対しての対抗策が増えましたよね。まあ、特にまあ、電流ですとか、たまに出てくるとね、厄介ですし、あとはフェアリータイプですね。あの辺にガラルマッキョが圧倒的に強く出ていけるので、うん、そこがね、幅が広がってよかったのかなって気がしますね。だけど、まあ、次の対戦なんですが、相手がエルレイドですね。これはどうなんだろうな。うん。まあ、ゴリ押せる気はしないでもないんですけれども、まあ、シールドは結構剥がされちゃうのかなって気がしますね。で、相手ここ張ってこなかったので、これラッキーでしたね。しかも技一回持たなかったので、うん、これは結構、うん、良かったのかなって気がします。で、相手が出してきたのはブリガロンで、見てると撃ち落とす型ですね。なので、まあ、これはちょっと厄介は厄介なんですけれども、どうしようかな。うん。まあ、でもアローラ球根でなんとかなるかな。あとは、まあ、あれですね。まあ、スピードでは負けてないと思うので、まあ、十分戦っていけるかなと思いますね。だけど、ま、ここで、あれですね、ウェザーボールを打っていって、まあ、相手これ貼らなきゃやられてしまうのでシールを貼ってきて、で、おそらくね、バカ力、あ、でも貼ってこなかったですね。バカ力打って、2発打って去っていくって感じなのかな。うん、なので、ま、これはもうシールを貼っちゃおうかなと思います。わざわざね、食らう必要はないので、うん、これ貼っていって、で、こちら粉雪だけで落とさせてもらって、で、次のポケモン見ていくって感じですね。で、まあ、ここまで来ればもう、ほぼ安心かな。うん。で、まあ、出てきたポケモンが、あれですね、シャドウ怪力でしたね。まあ、全然安心じゃなかったですね。ただ、どうなんだろう。もう結構 HP 管理入ってると思うので、うん、ガラルマックこちら弱点疲れてしまってるとはいえ、戦っていけると思いますね。なので、これ受けてしまって、うん。で、あれですかね、ガラルマッキョの自信をぶち込んでしまえば、おそらくね、相手のクロスチョップ2発よりも先に、ね、倒せると思うんですよね。まあ、シールラードも取ってますし、うん。ここはガラルマッキョを出していって、自信さえ打ち込んでしまえば、まあ、十分倒せるかなと思います。なので、このクロスチョップ1発目は受けていって、で、まあ、こちら弱点疲れてしまってはいるんですけれども、おそらく、あ、でも1発目は、あれか、張っていったか。うん。で、次のクロスチョップは受けるって感じですかね。で、次のクロスチョップ食らってもこれやられないので、うん、これ受けていって、その後自信を打っていけば、まあ、勝てるんじゃないかなって気がしますね。で、まあ、勝てなかったとしても、その後怪竜出せば、多分息吹でゴリ押せると思うので、まあ、なんとかなるんじゃないかなと思います。だけど、まあ、ここで自信を打っていって、うん。で、まあ、これで、まあ、突破できると思いますね。相手シャドウですもんね。うん。なのでね、まあ、これ倒していってこちらの勝ちですね。というわけで対戦ありがとうございました。どうなんですかね。最近他の人のツイッターとか見てると、ハイパープレミアはもうムキムキがいっぱい出てきて、まあ荒れているので、なんかハイパーリーグ、通常のハイパーの方が安定して勝てるみたいなね、印象がある感じがしてますね。うん、なのでまあ、なんすかね、うん、まあ、個人的にはね、いろいろ出てくるハイパープレミアが面白いので潜ってるんですけれども、まあ、安定してレートを上げていきたいと思ったら、通常ハイパーの方が今はいいのかもしれないですね。うん、だけどまあラストなんですけれども、相手がエルレイドで、これはあれですね、突破されてしまいますね、このまま戦うと。ただまあシールラードは取れると思うので、まあ問題なく戦っていけるかなと思います。だけどまあここで、ドラゴンクロー打っていって、で、このまま念力だけで突破されちゃうかなと思ったらここで相手が打ってきてくれて、これはラッキーでしたね。うん。相手多分これ打たなくても、次の念力で突破できたはずなので、ここでゲージを吐かせることができたのは、こちらとしてはね、うん、良かったのかなと思います。で、これは、ガラルマッキョだとね、マットショットじゃ削りきれないので、こちらは、あれですかね、アローラ球根を出していって、で、ウェザーボールで倒していくって感じになると思います。で、相手はもうこれザラスト1枚なのでシールは貼ってこないですね。うん、なのでもこれで倒していって、で、ここで出てきたのがファイアローだったので、こちらはガラルマッキョを合わせていきます。
で、それに対して相手が出してきたのが、キングドラだったんですけれども、まあ悪くないですね。相手の竜の息吹が今一つで受けることができるので、ここは、あれですかね、ゲージをちょっと多めに溜めながら戦っていくことで、相手のファイアロンにね、プレッシャーもかけていけますし、うん。で、なんだかんだね、アローラ球根もね、なんすか、ウェザーボールでね、ファイアロンに打点を持っているので、うまくね、焼き尽くすのをもっさりしてるね、隙をついていけば、こちら2匹ともね、炎に弱いんですけれども、まあ、勝てるんじゃないかなと思ってますね。というわけで、まあ、ここで自信を打っていって、うん。で、まあ、これ、まあ、攻撃下げられちゃったので、まあ、致命傷とまではいかないとは思うんですけれども、まあ、そこそこ入るんじゃないかなと思います。で、あれですね、このまま戦っていって、次の岩のあられを当てていけば、相手のキングドラ落ちるので、まあ、それで倒していってって感じですね。うん。で、まあ、これ、オクタン砲だと思うんですけれども、まあ、これは受けていって OK かなと思います。これで、ね、どちらにしろシールドを残しておかないと、相手のニトロチャージがね、飛んできてしまうので、うん。まあ、ここはあれですね、受けていったって感じです。で、どうだろう、これ。落ちるかな、これで。まあ、落ちると思うんだよな、ギリ。うん、落ちますね。うん。あ、落ちなかったか。うん、まあ、でもちょっと、あれですね、起点にできたのは良かったかなと思います。で、相手がここで、あれですかね、ファイアローを出してきたので、まあ、ここはしっかり CCT ですね。2発打って1発技を打っていくっていう感じ。うん、そういう流れにしていけば、相手の技が5ターン技で、こちらが2ターン技なので、ここで1、2、3、で、飛んできますね。で、まあ、これ貼らないとやられてしまうので、まあ、これ貼っていって、うん。で、次ですね、また、1、2のタイミングで打つって感じですね。で、1、2のこのタイミングですね、3、あ、でも3で打っちゃったら、うん。失敗してますね、うん。まあ、でも、OK でしょう。これでやっては、あと1発、2発かな。2発打ったらニトロチャージが届くかな。1、2、3、ここですね。うん。まあ、でも、うん、まあ、失敗してますね。うん。やっぱりあれだな、1発分、あれですかね、失敗したのが、きびてるかなって気がしますね。ただ、まあ、もうマットショットで落ちるんじゃないかな。1、2、そうですね。マットショットで落とせるのはこちらの勝ちですね。というわけで対戦ありがとうございました。最後あれですね、CCT ね、ちょっとミスってしまって、まあ、辛くはあったんですけれども、まあ、でも、なんだかんだあれですね、やっぱり、うん、ハイアローであれば、もっさりしてる間に、まあ、ガラルマッキョとね、アローラキューコンの、まあ、スピードでなんとか対処をしていけますね。うん。もうちょっとね、うまくね、しっかりね、CCT 決めたらもっと簡単に勝てたと思うんですけれども、まあでも、うん、どちらにしろ勝てたのは良かったのかなって気がしますね。で、まあこのパーティー使ってみて思ったのが、あれですね、やっぱりムキムキの底力を感じるのと、うん、ハマるとやっぱ、ガラルマッキョとアローラキューコンは、相手のポケモンを圧倒することができるポテンシャルを持ってるので、うん、まあ面白いかなとは思いますね。特にガラルマッキョに関しては、なんすかね、うん、厄介なね、フェアリータイプとかドラゴンタイプに対してね、効果は今一つで受けることができるので、まあ、そこに対して強気に出ていけるのがいいのかなって気がしますね。あとは意外なんですけれども、草タイプですね。草タイプの、あいつ、不思議花ですね。それに対してね、結構ね、戦っていけるんですよね。相手のハードプラントが入ってしまうんですけれども、3発食らわないとやられないね、体力が残るので、うん、その間に回転で岩なられると自信でね、ガンガン押していけるので、まあ悪くないのかなって気はしますね。うん。というわけで、あれですかね、やっぱり、うん、使ってみて思うのが、ムキムキは強いですね。うん。まあ私はまだね、ムキムキの種類もね、ブラッキーとエアームドと、あと、ガラルマッキョとアロラキューコン。まあ、この4つしか作れてないんですけれども、まあ、見てるとね、やっぱ、ムキムキのピクシーも強いですし、ムキムキのデンチュラとかね。あとは、やっぱりね、一番使ってみたいムキムキのブルンゲルズ。ね。あの辺とかがね、出てくると、うん、やっぱりね、強いので、まあ、ちょっとね、その辺をね、頑張って飴を集めてね、やっていこうかなと思います。というわけでいかがでしたでしょうか。今回の動画が良かったと思う方は、いいねとチャンネル登録よろしくお願いいたします。あと、ポケモンの詳細に関しましては、記事にして概要欄にしておきますので、そちら見ていただけると幸いです。では、ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。